はるりの To the Nature。 明けましておめでとうございます。自然環境アンバサダーの舞はるりです。2020年最初の放送です。今年も自然や環境テーマに放送してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、早速ですが、昨年私、川崎で開催されました川崎国際環境技術展に行ってまいりましたので、その模様をお届けします。どうぞ。さて皆さん、私はですね、今、川崎にあります、カルッツ川崎に来ています。カルッツ川崎といえば、川崎の皆さんにとっては大変馴染み深い建物だと思うんですけれども、この番組は全国の、ね、方が聞いていらっしゃって、カルッツ川崎って何だろうってね、思う方もいらっしゃるかもしれません。カルッツ川崎というのはですね、川崎駅から歩いてだいたい15分ぐらいのところにあります、スポーツですとか文化的なイベントができるね、大きなね、施設なんですね。で、こちらの施設で本日、第12回川崎国際環境技術展が開催されていまして、取材にこちらに伺いました。環境技術展というふうにね、聞くと、なんだか難しそう、なんだか機械ですとかね、ロボットだとかテクノロジーとかね、イノベーションとか、なんかこう、自分には関係ないじゃないかなんて思う方もね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、発表していることは、私たちが出したゴミ、生ゴミとかね、プラゴミとか、出した後どういう風になっていくんだろうとか、どういうね、処理をどういう風にしているんだろうとか、または下水道ですね。私たちがこう、毎日おトイレとか台所でね、使っている、下水はどのように処理して、そして海に流れていっているんだろうとか、電気どうやって作るのとかね、エネルギーの話とか、本当にね、私たちの生活に大変密着した内容なんですね。川崎の皆さんは、大体もうそれ分かってますので、近所のおじいちゃんがね、見に来たりとかしています。私はね、昔配管工だったんだよ、なんて言ってね、水素の配管を見ていらっしゃったりとかね、してらっしゃいまして、あとは小学生などね、学生の方が団体でいらっしゃって見に来ています。で、会場の中もですね、子供でも分かりやすいように絵が描いてあったりとかね、図が描いてあったりとか、子供たちが見ても分かりやすいように展示の工夫がされていますので、ぜひ多くの方に見ていただきたいと思うんですけれども、今回はですね、ここは収録でして、もうその技術展終わってしまったんですね。ですから今年ですね、今年また開催されますので、皆さんね、川崎国際環境技術展、ぜひ多くの方に行っていただきたいイベントなんですよね。それでは、少しですね、このラジオ番組の時間内ではとてもね、全部はご紹介できないんですけれども、少しね、ピックアップしてご案内しましょう。まずはですね、株式会社イーコークスさんですね。農業用に使用しているハウスのフィルムですとか、苗を植えるポット、皆さんも見たことがあると思うんですけれども、こういう使用済みの農業用ポリ、プラスチックを、機械で細かく砕いて、砕いたものを、処理して固体燃料を作っているということなんです。どのようにして固体燃料ができているのかというと、使用済みの農業用のポリプラスチックを、機械で細かくしますよね。機械で細かくした後、再生燃料製造機という機械があるそうです。だいたい処理温度が250度から300度ぐらいなんですけれども、その機械を通すと、農業用プラスチックが固形燃料に生まれ変わるんだそうです。通常ですね、農業で使ったそのハウスとかでね、使用したプラスチックゴミというのは、もしゴミになった場合、産業廃棄物になるわけなんです。産業廃棄物の回収している、業者、専門の業者さんが来て、それ運搬して、持っていってもらうわけなんですけれども、ところが、この機械があれば、使用済みの農業用プラスチックがゴミではなく燃料として、輸送が可能というわけなんですよね。できた固形燃料はボイラーの燃料として使用することができます。で、ボイラーですから、蒸気を発生させて
発電に利用することもできますし、また発生した温水の利用ですよね。でこれで給湯もできますし、また雪国などでは雪を溶かす溶接の、ね、ために利用されることもあるそうです。また発生した温風はハウス内の加温暖房などにね利用することができるっていうことなんですよね。そうするとこの農業で使っていたゴミがエネルギーに変わるということで、地産地消型リサイクルが実現できるということなんです。地産地消型リサイクルというのは、地元で発生したプラスチックゴミを新しい熱源として地元で消費する、まあ、こういうねリサイクルシステムができるということなんですよね。さらにこのイーコークスという名前なんですけれども、灰分率、まあ、燃やした後に出てくる灰ですね、その含まれる灰の割合が 0.8% であり、燃やしても焼却灰が少ないのが特徴だそうです。焼却灰の処理費用が抑えられるということで、こういうメリットもあるわけなんです。でこちらの、システムはですね、主な利用先としては、農家さんのみならずですね、学校ですとか庁舎ですとか病院でも利用されているそうです。はい、次はですね、次に行ってみましょう。川崎バイオマス発電株式会社さんですね。国内初の都市型バイオマス発電所ということで、バイオマス発電所ってどういうものか皆さんはお分かりでしょうか。はい、バイオマス発電所、まあ、どういうものかというと、こちらでは木質燃料を燃やしてタービンを回して発電します。木質燃料ですから木ですね、木を細かくしたチップを燃やすんですけれども、その木がどこから出てきた木なのかというのがね、ここでポイントなんですけれども、どのような木かというと、周辺地域で発生する建設廃材、まあ、要するに建物を壊した後に出てくる解体材とかね、で樹木の間伐材とか剪定した後の枝とかね、こういうものをこちらのね機械で細かくチップ状にして、木質チップというふうにするんですけれども、これをボイラーで燃やして発電をするそうです。木質バイオマスっていうとね、なんとなくこう木材を斧で切っているイメージありますか。こちらね機械で細かくチップ状にしているんです。発電している電気っていうのは、石炭などの化石燃料を使用していないので、二酸化炭素フリー電気とも言えますよね。環境に優しい発電設備なんです。こちらのボイラーでね発電している、会社が川崎バイオマス発電株式会社なんですけれども、先ほど申し上げました木を、機械で細かくしてチップを作りますというふうに説明しましたけれども、隣接の工場で木質チップを作っているんですが、この会社さんはまた別の会社で、ジャパンバイオエナジー株式会社さんなんですよね。はい、もう本当に二酸化炭素フリーというのは、二酸化炭素を排出せずに発電するというね、カーボンニュートラルという考え方があるんですよね。そういう考え方に由来しています。カーボンニュートラルって皆さんご存知でしょうか。ちょっとね、カーボンニュートラルの話してみましょうか。植物の光合成ね、皆さん、はい、学校で習ったと思います。植物は光のエネルギーを使って二酸化炭素と自ら幹や枝などの有機物を作ってるんですよね、植物はね。でこの時の光合成によって、植物は大気中から二酸化炭素を吸収して酸素を出してるんですよね。はい、そこでカーボンニュートラルという考え方なんですけれども、カーボン、炭素ですよね。植物を燃やしてエネルギーにします。で燃やす時に二酸化炭素が発生されるんですけれども、この二酸化炭素は木が成長する時に吸収した二酸化炭素が出てくるわけなんです。木の中にあった二酸化炭素が大気中に戻ってくるので、新しく二酸化炭素は発生してないですよねっていうことなんです。木の中にあった二酸化炭素が大気中に戻ってくるので、まあ、トータルでは二酸化炭素プラマイゼロだよねっていうふうな、そういう考え方があるんですよね。それを、カーボンニュートラルというふうに言うんです。さて、都市型バイオマス発電所というふうにね、この発電所言われてるんですけれども、周辺地域に発生する廃材、建築の廃材などを取り入れてるので、だからこう木材をね山の遠くから運んでくるわけではないんですよね。そこでやはりこちらもエネルギーの地産地消というふうになるわけなんです。
まあ、この発電は出力3万3000キロワット、だいたい3万8000世帯が1年間に使用する電力量を作ることができますね。国内最大級のバイオマス発電所だそうです。そしてですね、バグフィルターというのがありまして、で、まあ、発電するときにその排出されるガスっていうのがあるんですけれども、バグフィルターで有害なものを除去しています。で、ですので、まあ、出ているのはほとんど水蒸気だそうですよね。タービンには発電効率の良いものが使われています。でですね、この木質チップは、まあ、倉庫のようなところで、こう、屋内で管理されているので、こう、雨ざらしでね、濡れちゃって、それで、木質チップ、ちょっと濡れちゃって、ボイラーで燃やした時に問題があったなんていうね、ことを聞くことがあるんですけれども、まあ、そういう問題もないということなんですよね。はい。そんなね、システムが、構築されているわけなんです。はい、それからですね、 JFE プラリソース株式会社さん、私たちのね、生活の中でよく見かけるプラスチック容器、プラスチックの包装ですとかね、プラって書いてあります。ペットボトルに巻いてあるフィルムですね、よく見るとプラのリサイクルマーク見つけることができますよ。他にもね、風邪薬ですとかね、だいたいスーパーで売っている包装のプラスチック、このね、プラのリサイクルマークついています。で、プラのリサイクルマークがついているプラスチック、プラゴミ。各家庭から市町村が資源ゴミの日にね、回収してますよね。私もね、出してますよ。各家庭から排出される使用済みプラスチックをリサイクルする会社がこちらの JFE プラリソース株式会社さんなんですよね。各家庭から市町村を通じて回収されているこのプラスチックゴミなんですけれども、フィルム系のものね、ペットボトルに巻いてあるようなこういうフィルム系のものと、ボトル、シャンプーの空のね、ボトルとかね、固形のものありますよね。これはまあ、2つのリサイクル方法があるんですね。ケミカルリサイクルと材料リサイクルっていう風にあるんですけれども、まずはケミカルリサイクルの方をお話ししましょうか。ちょっとね、ケミカルリサイクルわかんないってね、いう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、こう熱を使って、このプラスチックをもう細かくね、分子レベルまでね、細かくしちゃうわけなんです。分解させちゃうんですね。そうすると、プラスチックっていうのは、まあ、ざっくり言うと炭素と水素からできてるんですよね。それをですね、何に使うかというと、炭素をちょっと利用するんですけれども、鉄鉱石から酸素を取り除く働きがあるんです。鉄の酸化を防いで強い鉄を作ることができるんです。で、通常はそこにね、鉄を作るときにコークスという炭素の塊を使うわけなんですけれども、ここでプラスチックがね、コークスのと同じ働きをするというところにね、目をつけて、強い鉄を作るのに使用済みプラスチックが役立っているということなんですよね。これを分子レベルまでこう分解してやるので、で化学反応をさせて、リサイクルするのをケミカルリサイクルっていう風に言います。で、その他に、材料リサイクルっていう風にお話ししましたけれども、まあ、家庭より排出されるその使用済みプラスチックですね、これ原料として再生プラスチックボードというね、板のものを作ります。で、これがですね、例えばですね、選挙のポスターの看板になってたりとかですね、道路の標識のそのコンクリートのね、型枠に使用されたりしているんです。このボード、他のボードに比べて、で、吸水することがないので膨らまない、洗浄しても水滴が残らないっていうね、速乾性があって、洗浄時間も短い、そして対アルカリ性であることから、なんと豚舎ですとかね、鶏舎に使われているそうなんですね。豚舎、鶏舎っていうのは、まあ、豚の飼育する建物、鶏舎っていうのは鶏ですね、鶏をこう飼育する、お家のね、建物に使われていて、明るくて可視光線反射するので大変こう清潔感があってね、明るい鶏舎、豚舎ができるということなんですね。で、菌の繁殖、水を吸水することがないということなの で、また速乾性であることから菌の繁殖がしにくいということで、そして、対アルカリ性であるということから、鶏舎、豚舎に利用されているそうです。では次はですね、日本三国屋株式会社様のところにね、で、展示を見てきました。日本三国屋株式会社様では、
生ゴミや汚泥を微生物の力で発酵そして分解する装置を使うことで生ゴミや汚泥の原溶化をするということなんですね。そしてその原溶のスピードが大変速いんです。で私なんかも庭にコンポストが置いてありましてリンゴの皮を剥いた後ですとかね、キャベツ切ったもうその残骸、まあ、そういうものをこうコンポストに入れておくと、まあ、いつか土に変えるっていう風なねことでやってるんですけれども枯れ葉とかをね入れたりもしますけれどもそんな一日でシュッとねちっちゃくならないんですよね。でこちらはですね例えば、まあ、例として1日 50kg 生ゴミねその生ゴミが 90% 以上シュッてもうちっちゃくなっちゃうそうです。すごいですよね。この、有機性の廃棄物を原溶化する装置のことをミシマックスというふうに言うそうなんですけれどもこの装置がですね、どういうふうな仕組みかというととてもユニークだなと思ったのは杉チップを使うそうなんですけれども杉チップの入った発酵分解槽に生ごみ有機廃棄物をこう投入してそこに空気を送って、まあ、加熱するそうなんです。そうするとこの杉チップのこう杉のね中側のこう空間のところにチップの中の空間を住処にして微生物が増えるそうなんですよね。その微生物が有機廃棄物を発酵分解するそうなんです。まあ、熱を加えるので二酸化炭素水素アンモニアが反生しますけれどもこれは脱臭機を通して放出されるので匂いは問題にならない気にならないそうです。微生物は自己分解してどんどんね減少していくそうなんですけれども残った杉チップですねこれはまたペレット化して肥料として利用が可能なんだそうです。この杉チップについては4ヶ月から、まあ、6ヶ月ぐらいで交換するそうなんですけれどもこの装置なんですけれども機械の大きさがもうラインナップがねいろいろありまして小規模な事業のものから大規模な事業のものまで、様々な、ね、大きさがありますの でこの処理の量1日あたりの処理の範囲も、ね、それぞれによって違うので小規模用ですと、まあ、給食食堂とかですね中規模ですと病院、まあ、大規模ですと食品事業者またね水処理施設など施設の規模によって装置も大きさがまあいろいろ様々ご用意されているそうなんですよね。こういう装置がない場合じゃ通常どうしてるのかっていうと生ごみを業者さんに、まあ運んでもらいますよね。トラックが来て生ごみを運んでもらってで焼却施設で、焼却する。そうするとその運搬にかかる二酸化炭素ですとか焼却から排出される二酸化炭素があるわけなんですけれどもこちらの装置を使えば運搬にかかる二酸化炭素ないですよね。この装置を動かすのに、まあ多少電気を使うので二酸化炭素を使うにしてもまた焼却する時の二酸化炭素がないのでトータルで二酸化炭素排出量が大幅に、ね、削減できるというメリットがあるんです。はい、面白いですよね。こちらね川崎ブランドにも認定されています。そして残渣については肥料として使えることができるので、まあ、リサイクル有機質肥料として再生利用されるということなんですよね。ゴミの原溶化っていうのがね大変課題になってますので本当画期的な装置ですよね。はい、それからですね、竹の有効利用をしたリサイクルということで株式会社ユニオン産業さん中原区にあるそうなんですよね。以前この番組でも、竹はどんどん増えてしまうので、まあ、竹林の、ね、整備管理は大切なんだよというのをお話をしました。それで、まあ、沖諸島の海士町のボランティア活動ね、陳竹林っていうボランティア活動をご紹介して、竹で遊具を作ったり竹で子供たちが遊ぶ遊具をね作ったりとかしてましたよね。また農業にも使っているとかそういうお話をねご紹介したことがありましたけれどもこちらの、株式会社ユニオン産業さんでは竹を自社工場において粉砕して竹と樹脂をこう組み合わせてね成形してお弁当箱ですねお弁当箱とか植木鉢ですとか三角コーナーなどを作っていらっしゃいます。まあ、竹を配合した樹脂ということで竹がですねかなり抗菌作用があるんですよね。で菌の増殖を防ぐので
お台所用品、ほんと重宝しますよね。その他に、生分解性のプラスチック容器の販売もしているそうで、でんぷん由来のバイオプラスチックなどね、そう、自然環境下で約180日で分解するそうです。それで、まあ、どのようなものかっていうと、ルアーとかね、ルアーなんかいいですよね。なくなっちゃっても、ね、お魚が食べたり、鳥が食べたり問題になってますけれども、そういうものとか、あとストロー、そしてまた食器などね、にも使われているそうです。あとはね、ジーパンとか、布配合樹脂からもね、プラスチックができるということなので、はい、生分解性のプラスチックのかなりね、今話題になってますので、大変興味深かったです。その他にですね、まあ、川崎は水素戦略といって、まあ、水素のね、に力を入れてるんですけれども、今年オリンピックありますけれどもね、そのオリンピックの選手村、晴海の選手村のその地域にですね、エネルギー事業として水素が使われているそうなんですけれども、水素の配管を水素ステーションからずっと通すんですね。水素の配管がガス事業のその法律の下でやるので、まあ、ガス管も通ってるし、水素の管も通るような感じになるらしいんですけれども、水素を使ったエネルギーですね。ということで、これね、世界初なんだそうです。外区への水素配管供給事業。もうオリンピックの時に、日本の技術を、世界の皆様にね、ご披露、ね、することができるわけなんです。すごくね、期待したいですよね。はい。川崎国際環境技術展。今ご紹介した他にもですね、もうたくさん出展されてまして、もうとっても面白かったんですけれども、例えばですね、企業さんでチャレナジー。なんだかわかりますか？風力発電の会社なんですけれども、まあ、通常の風力発電っていうのは、こう羽をね、回して回転して、まあ、よく見る風車ですね。そういう形で、風の力を電力に変えてるんですけれども、このチャレナジーさんはですね、筒状のものを回転して、発電をしてるんですね。そうすると、強い風でも発電できる。例えば、風速40メートルぐらいのね、台風の、強い風でも発電できるってとっても頼もしいですよね。普通は羽のタイプのものは台風の時は止めてしまいますものね。ところとかですね、あと他には下水道のシステムもね、見てきました。私たちが使った後に流す下水、とってもね、綺麗になって海に流れているんだってことが分かりました。その他ね、川崎育ちの野菜をね、売っているところもありまして、私も買ってきてね、もう本当すぐね、お夕飯に使いましたけれども、とっても美味しかったです。まあ、この他ですね、川崎というのは大変環境に、意識が高い場所でして、川崎っていうのはですね、低二酸化炭素川崎ブランドというね、認証制度を、制定してまして、二酸化炭素排出に、こう抑制するような、排出削減に貢献している事業をブランド化しているんですよね。今日ご紹介した、事業さんもね、結構皆さんね、ブランド認証をね、取っていましたので、またね、この認証制度の企業さんも、また改めてご紹介したいと思います。はい、今日はですね、川崎国際環境技術展についてお話ししてまいりました。いかがでしたでしょうか？もう全然ね、紹介しきれなくて、そしてね、各企業さんもとってもね、研究熱心で、素晴らしい技術なのでね、各企業さんにも私もね、取材に行きたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、この番組ね、メールで、感想などを受け付けておりますので、お便りお待ちしております。お便りの宛先なんですけれども、インターネットでマイハルリお便りで検索しますと、即この番組につながるお便り送信フォームが出てきますので、そこから送ってくださいね。ということで、ご昭和の時間がやってまいりました。今年も声高らかにご昭和よろしくお願いいたします。来週もトゥーザネイチャー、来週も自然の中でお会いしましょう。引き続き川崎 FM でお楽しみください。